2006年現在、ロメオ・アントニュース・ダレールは、カナダの元軍人、政治家。国際連合ジェノサイド予防諮問委員会委員。元カナダ軍中将。1994年のルワンダ虐殺当時、駐留していた、国連平和維持部隊の司令官であった。1946年、オランダに生まれる。父は、カナダ軍の貸し官、母はオランダからの移住者。 1964年カナダ陸軍に入隊。1993年にルワンダの平和維持軍の司令官に着任し、アフリカへ派遣される部隊としては、初のカナダ人司令官となる。ルワンダ紛争において1993年8月に結ばれたアルーシャ協定に従い、11月に到着する。ダレールの着任前、国連はルワンダで、 ジェノサイドの可能性がある報告書を出していたが、その報告書は彼に届けられなかった。ダレエルは1994年1月に、匿名の情報者によって、ふつの過激派による虐殺計画を知り、国連に平和維持軍の増強や過激派の武器の応酬を提案するが、アンアミールには権限がないという理由で不許可となる。ついで、アメリカ、フランス、 ベルギーの大使へ情報を伝えるが状況は改善されず、ダレールは要人の暗殺や民兵の武装を生還することになる。1994年4月以降、ルワンダ虐殺を目撃するとともに平和維持軍本部を攻撃された。その後も中流を続けるが、虐殺終結後の1994年8月に司令官を辞任し帰国。辞任の理由について、 過労とストレスのため指令書を正確に書けなくなり、自暴自棄になりつつあったため任務を続けられないと判断したとしている。帰国後、心的外傷後ストレス障害と診断される。その後2000年にアルコールと薬物の服用により自殺を図り、公園のベンチで昏睡状態になっていたところを発見されるが、一命を取り留めた。2003年にルワンダでの体験を書いた。 シェイクハンズ・ウィズ・ザ・デビルを出版、カナダでベストセラーとなる。2004年には虐殺事件から10年後の追悼式典に出席するためルワンダを再放。2005年にケベック州からカナダ上院議員に選出された。2006年にダルフール紛争についての集会を開催。現在は紛争の解決や平和構築について活動し、 平和維持活動の教育機関ピアソンピースキーピングセンターや大学で講師を務める。ルワンダの現大統領であるポールカガメからは、虐殺を止めなかったとして、国連や世界各国と並んで批判されている。また、上記の2004年追悼式典では、事件当時に殺害された平和維持軍のベルギー人兵士をめぐり、ベルギーの政治家の追及を受けた。 国連の常任理事国だけでなく、カナダ、日本、ドイツ、北欧、オランダ、インドなどの国家による積極的な関与を訴える。特に、ミドルパワーの連携を提案。冷戦後の平和維持活動については、国連憲章第六章にある、紛争の平和的解決だけでは、不十分であるとする。地方復興チームを評価しつつも、暫定的な手段と考え、 カナダを中心とする干渉と国家試験に関する国際委員会が国連に提案した保護する責任に賛同する。ありがとうございます。